原石さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え？私が弁償を？円石さん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志向さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、エインさん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。鉱石が偽物であることを証明するには海水口から得た証拠を先に提示する必要がある。どうやら本当にお前はこういう経験に乏しいみたいだな。鉱石が偽物であることを証、これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか？それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ？法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。総務省から入手したものが必要だ。明星祭の正規さんから預かったあの書類だ。総務省から入手したものが必要だ。その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務省の印鑑だって押されてある。かんざしに使っている鉱石は水角石です。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はある。もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。不ぼくろの白術さんから手に入れた証拠を出してくれ。不ぼくろの白術さんから手に入れた。これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて、どうやらこの先は私の範囲ではなく総務省の出番になるかな。ああ、しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら総務省もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務省に提出するから。総務省がこの件を審議するときは
悪いが出席してもらうよ。ちょっと、待ってください。私は知って知っていた。おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。へっ、そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。じゃない？じゃないってもしかして水角石じゃないということか。それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。私は。エイヒ、なんだか突然人が変わったみたいだな。認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い水角石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで福袋に行って聞いたんです。そうしたらこの石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志向さんに貸した後それをなくされてしまって。そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金を弁償させようとしたんだ。私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたらもうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり志向さんに10倍のモラを支払ってもらう。10倍？今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約によりその賠償金の2割をいただく。2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。志向さん、あなたは、あなた様は。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでお合言ということで。それは。はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エイヒさん、その水角石は差し上げます。これで報酬は足りるでしょうか。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エイヒさんのお時間が空いている時に改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。ああそうだ、志向さん、もう一度確認するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。え？はい、許しました。そう、ならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追及しないそうだ。そうですか、よかった、本当によかったです。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。
もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができればいい商売になると思うのですが。なるほど、少し考えさせてください。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。そうだな、かんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。リーユを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。仙人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都、仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人よりもずっと役に立つから。なはは、誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。お一人様、こちらへ。よっ、創生の術。はっ、酒。おかえり。どうじゃ、水角石は見つかったかの。よしよし、これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を訪ねるといい。お得意さんには割引もあるから。この子ったら、もう戻るんじゃろう。戻らないならバーヤの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。まったく、一体誰に似たのやら。そうじゃの、リーユエにも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁日はああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今のリユエはもう昔のリユエじゃないからの。さあ、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。贈り物もまだ作り終わってないからね。おう、楽しみだな。一体何ができるんだろう。ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。ほれ、できたぞ。この人家壺を子供たちに送ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら、はあ、何が起きるかわからないからの。それとこの設計図、
壺の中をもっとにぎやかにしたいならこれを使うといい。でもばあや、この壺をどうやって使うんだ？心配はいらないよ。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでおる。この沈下壺に関することはその子に聞くといいじゃろ。また話。全て正常だ。また花が咲いたね。この壺の中の空間、ティンバーヤの壺よりもっと広いぞ。しかも真ん中に大きな家が。でも周りには何もないみたいだな。家があるのに穴に住むバカがいるか。でも家以外周りに何もないのはおかしいな。おい、見てみろよ。なんだあれ。ほう、ようやく人が来ましたか。でっかい山柄だ。山柄ではありません。私は壺の精霊。名前は何でしたっけ。思い出せない。まあとりあえずマルと呼んでください。あ、まさかお前がピンバーヤの言ってたおちびちゃんなのか。ピンバーヤ。ああ、ピンのことでしょうか。そうです、私をここに呼んだのは彼女です。あなたたちのことも聞いていますよ。この同店内のことは全部私に任せてください。あなたたちの旅はまだまだ続くと思いますが、少なくとも安心して眠れる場所ができました。そうですね、同店とは仙人によって作られたものですが、彼らは忙しく同店内の雑務を処理する暇がないのです。ですので仙人は同店の守護と雑務を処理するために私たち壺の精霊を作り出しました。簡単に説明しますと、私はこの同点の執事みたいなものです。そうでした、この同点について簡単にご説明しましょう。設計図は持っていますか。綺麗なお家や椅子とかが描かれている設計図のことです。設計図さえ持っていればこの同点をあなたたちの望むがままに建て直すことができます。設計図。あ、そうだ、ティンバーヤから壺をもらった時設計図もくれたな。早く確認してみよう。そう、それです、設計図に間違いありません。ではそれを早速開いてみてください。まずは設計図の仕様を覚えましょう。それから必要な材料を集め、最後に頭の中で思い描くことで設計図の内容が壺の中に反映されるのです。そんな簡単に作り出せるもんなのか。もしかしたら
壺の中に町も作れたりして。まあそれは難しいでしょうね。以前金色の目をした仙人からそのことについて聞いたことがあるのです。彼の話によると、同点は仙人の外形の力によって生み出されたものですが、仙人でも力の限界があるのだとか。つまりここは仮初めの空間であり、暇を得たい者が癒しと悠然の時を享受することはできるものの、あくまで仮ですので現実から完全に離れることはできないのです。金色の目をした仙人？うん、一体誰だ？実は私もよく覚えておりません。しかもそれからその仙人とは会えていないのです。そんな方よりもう少し周りを散策してみてはどうです？もし聞きたいことがあったらいつでもお聞きください。まだ慣れないかと思いますが。まだ慣れないかと。まだ慣れないか。慣れないかと思います。まだ慣れないかと思う。礎を築き、また今度教え。
世界の真相とは一体何なんだろう。まだ慣れないかと思いますが。まだ慣れないかと。まだ慣れないかと思いますが、同点についてまだ慣れないかまだ慣れないかまだ慣れないかと思います。まだ慣れないかと。まだ慣れないか。
自分の両足で土地を測り、未知を知識に変えていく。この感じ、懐かしいな。Thank you.
Thank you.